はい、おやした、私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと、瀬戸内ベースから出てですね、あるところに来てます。ここはですね、私がいつもお世話になってる佐藤マリンサイクルさんっていうお店で、ハーレーとか、まあハーレーここで購入をしたりですね、メンテナンスしたりいろいろしてもらってる信頼なる、バイクカスタムショップさんです。今日なんで来たかと言いますと、ちょっと行ってみたいと思います。こちらになります。おオートバイがたくさんありますね。お疲れです。撮影いい？許可いる？すごいね、ショベルが何台あるの？ナックルいるじゃん。ナックルいるね、そろそろ。お、こんなんもあるんだ。はいはいはい、これね。どんな？おー、そうだ。はい、これはですね、今ここで今メンテナンスしてる、これは48のパンヘッドぽいやつ。ぽいじゃない、ぽいじゃない。ぽいじゃない。ぽいじゃないよ。ほぼ48。48.5。はい。そういうやつなの？後ろ19イン、18インチ。後ろ18の前が21。うわー、すごい。タンクも、これ触ってよかったやつ？これ触って。何これ？プレイボーイ。プレイボーイ。へぇ。あ、いいだろ。かっこいい。ちょっとやばいだろ。やばいね。そうだろ。これ噂の溶接痕。おい失敗したみたいな。俺じゃないだってやつ。いいだろ。かっこいい。ちょっと前から見させて。あ、もう全然全然。いいだろ。あ、シリンダーこれ色塗ってあるんだ。そうそう、シルバー。スプリンガーこれ長いん？こうだろ、多分なんか長いね。長い気はする。はい、おっとっと。かっこいい。掃除してあげようか、掃除。そうだよ。掃除。高圧洗浄とか絶対ダメだ。ダメダメダメだ。今メッキを剥げおるんで、わざに。リンカートじゃ、ここさ、ぶっち切られた。あ、ここも引き付けてあるじゃん。あ、後からこれつけてあるね。つけて一回切って。あ、ここがない。でもない方かっこよくない？これ。いや、でもさっちゃんに再構築してもらうかどうか今悩みを。これない方がかっこいい。すっきりして、まあそのためにやっとるんだろうけど。そんな言うん。ねえ、さとちゃん、これない方がすっきりしてない？すっきりしとるし、まあ、綺麗にしとってほしいよね。ああ、まあね、ちょっと。そう、でもこの荒さがまたバカ。あ、まあね、まあ。アメリカ人。メイドイン USA って感じだ、そこ。すごいかっこいい。このヴィンテージ感がもうすごいね。でも思ったより、俺が思ったよりは綺麗。綺麗な、もっと汚いんかと思う。あ、うん、思ったより綺麗。思ったより綺麗。エンジンかけてみる？あ、え、マジで？エンジンかけてみて、かけてみて、エンジン。いや、僕、ヨーカ県警。ヨーカ県警。
かけてみて。前編の。あそこで前編できる。うん、ここでするしかない。ああ、なるほど。ブレーキはない。これ深刻大丈夫なの？今無視した線。ワホール下への落としホールね。ワフワフホール。面白いな。しかも圧縮強そう。圧縮が強いんかバネが強いんかどっちか。オンにして。おお。これショベルじゃない強いだろ。すごいね。あ、これ回してなかった。上ばっかりが回っとったんだ。あ、はい、そういうもん、そういうもん。まあ最初はね、そういうもん。でこれやりすぎたらかぶるよね。かぶらんと思うけどな。はい、終わった。お疲れでした。最初仕留め損ねたけどね。そうね、もっと煽りが必要だったね、煽り運転が。あというわけで。いやー、なんかすっきりしとるね。大丈夫なんか俺。やっぱショベルに比べたらヘッド周りがないない、シンプルというか、うん、シリンダーヘッドも結構パンって細身なんじゃね。そうね、細いけど。俺が言うのもなんだけど。あ、でもそうだ。かっこええ。はい、ということで今ちょっとお店の中もこんな感じで続々とカスタムが進んでますね。おお、わっ、すごいね。なかなかこういうシーンを見る機会って一般的にはないと思うんで。おー、すごい。これもちょっと雰囲気が変わって、あ、スイングアーム伸ばしてあるね。あー、独特なスタイルだな。向こうではエンジンがオーバーホールされてる途中で。すごいかっこいい。あ、これはアーリーショベル、ね、ここがちょっと形が違いますよね。すごい。こちらもオートバイが並んどります。すごい。これは結構新しい、私新しいオートバイよくわかんないんですけど、なんか新しそうな現行車なのかな。はい、ということで、今日は、瀬戸内ベースを飛び出しまして、広島県尾道市の佐藤マリンサイクルさんのところに来ました。今
紹介させてもらった48の、パンヘッドが、今アメリカから入ってきまして、でこれからちょっとあまりカスタムしないんですけど、ちょっと手直しをしてまた乗るっていうことなので、ちょっと部品とかを取り付けたりしてましたが、また完成したらちょっと紹介をしたいなと思います。とりあえず今はアメリカから入ってきた状態ということで紹介をさせていただきました。はい、ということで、瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフガレージライフを第3が応援する動画になっていますので、もしよろしければ皆さんはチャンネル登録していただくか、グッドボタンで応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。もともとついたらこれないです。エレクトラグライドじゃなくて何があるんですか。60最後の年だけよね。セルフィーそんな後だ。65年。技術でしょう。うん。今の肩が空いてる。元気だけ。うん。よし、行ってみよう。休みの朝、コーヒーの香りや。スローのエアーだと。だいぶ変わる？あ、どうかな。でもまあ一回合わせとったらもういいや。あ、こんなもんね。でもまだ温まらんと変わるけ。はい、ということで、1948年式のパンヘッドを私の友人が購入しました。なんかエンジンの音はオーバーホールされてるっていうことだけあって、結構いい音してるなという感想でしたね。で、年末ぐらいに完成するということだったので、今度は瀬戸内ベースに持ってきてもらって、じっくりと、ちょっと紹介をさせていただきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。